1年後の私へ、オマル・ポルカ。1年後、私はどうなっているでしょうか。立派な座長になって、サーカス団を開いて、テントを作って、サーカスをしているでしょうか。それとも、ホロライブの活動がめちゃくちゃ楽しくなって、100万人登録者、いっているでしょうか。言っててもおかしくないんだよな、実際。ほら、私可愛いからさ。まあ、それはそれとして、実際問題、どうですか？一年後私は、どうしてますか？これを聞いてる、オマル・ポルカは、元気にしてますか？こんな時こんな元気だったけど、あ、なんかもう、疲れちゃったな、みたいになってませんか？そんな時は、そんな時はこの動画を思い出してください。一年前のオマル・ポルカはめちゃくちゃはちゃめちゃ元気です。これを見て思い出して、というか、思い出せお前。一年前はこんなにフレッシュだったんやぞ。舐め切ってんじゃないだろうな、おい。舐め切ってたらマジで許さんからな。なんか、先輩ずらしてたりとかさ、あ、ホロライブがもうなんか560人とかになってんのにさ、なんかすごい、いびり散らして、後輩なんて、いやもう本当に、だわーとか言ってちゃダメですよ。初心を、初心忘れるべからずですかね。そのあたりちゃんとしてくださいね、本当に。怒りますよ、今の私が。はい。いかがでしたでしょうか？いかがでしたでしょうか？一年後の私、おい、聞いてるか？聞いてるか？なあなあなあ、変なことしてたら、怒るぞ、一年前の私が出てきて！タイムマシンでやってくるぞ。そしてタイムパラドックスが起きる。そしてそのタイムパラドックスが起こった暁には、ホロライブは崩壊し、カバーは瓦解し、やばいことになるので、お前気をつけろよ、マジで。まあ、そんなことなんないだろうけど、まず、サーカステントをちっちゃくても建てること、あと、ちゃんと座長になれること、そして、チャンネル登録者数、100万人。おめでとうございます！もう先に言っとこう、逆割りで。あ、チャンネル登録者数100万人おめでとうございます！わー！やった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 ！ういー！そういうわけで、はい、一年後の私でお送りします。あ、一年後の私、そういえばさ、さらに一年後の動画も撮っておいてね。見るのめっちゃ楽しいからさ、よろしく！じゃあね、また、一年後に会いましょう！おつー。なんかね、終わりの挨拶も決まってないんだけど、一年後の私は終わりの挨拶決まってるのかな？そこのところも教えてね。